じゃあさて、そうすると次にですね、ちょっと疑問なのが、じゃあ R2、基本ベクトル E1 と E2 は R2 を貼るっていうんですけれども、じゃあどんなベクトルを用意すれば、この任意の平面ベクトルをですね、それらの線形結合でこう表すことができるのかと、まあ、そういう疑問が生じると思います。と例えばですね、まあ、またこれ、こちらのジオジェブラのアプリなんですけれども、よいしょ、例えば今あの A と A' かこの A と B というベクトルがあって、まあ、その線形結合を考えたときに、この今 A と B の和っていうのはこの黄色いベクトルですね、この黄色いベクトル C で表されているんですが、例えばなんかここに D っていうベクトルがあったとして、じゃあこの D をですね、この A と B の線形結合で表すことができますかっていうふうにこう考えるわけですね。そうすると、どうやってやるかっていうとですね、まあ、ちょっと今 A を少し引っ込めて、で目標としてはこの C がこの D に重なるようにしたいわけですね。ですので A を少し引っ込めて、で B を少し引っ込めると、まあ、こんな感じで、まあ、まだちょっとずれてますけれども、こんな感じでこう A と B を使っの線形結合で、まあ、なんか D が表せそうだっていうふうにこう思えるわけですね。でなんかまあ、だから別に単位が基本ベクトルじゃなくてもなんかしかるべき条件を満たすベクトルを持ってくればその、R2 の基本ベクトル R2 のは それらの2つのベクトルの、線形結合で表せそうだということは、まあ、この図からちょっと推測はできるかなというわけです。でさらにその今の疑問をですね、推し進めますと、いや、どんなベクトルであれば、その任意の平面ベクトルを線形結合で一時的に表すことができるかっていうことを考えます。で、この数学ではこの一時的っていうのは非常に大事な概念です。その、いろんなものを求めるときに、例えばこういう性質を満たすものが、たくさんある場合もあれば、一個だけ存在するって場合もあるんですね。で数学ではいろいろ議論を進めていく中ではこういう条件を満たすものは1個だけ存在するっていうようなまあ、理論にしていくといろいろその後の議論の展開見通しがしやすくなるわけです。ですので数学をやってる人たち、まあ、我々もですけれども、やってる人たちはこの一時性っていうのにすごくこだわりを持ってます。でじゃあ例えばその今回ですねどういうベクトルを持っていければその2位の平面ベクトルを線形結合で一時的に表すことができるのかっていう話なんですが、ちょっとこれもその同じようにこれじゃないな、これかな、ちょっと考えてみることにしましょう。今ちょっと見づらいかもしれないですけれども、今ですね、先ほど A と B っていうのを使って A と B っていうベクトルを使ってこのD というベクトルをですね、A と B の線形結合でこう表してみましたっていうことをやってるんですが、実はここにですね、もう一つ今回は C というベクトルを用意しています。ですので、今回はその A と B と C の 3つのベクトルの線形結合で、この D という点を表すってことをちょっと考えてみましょう。で、仮にですね、今、ちょうどまあ、今はこの A と B を使って、まあ、A と B の線形結合でこの D っていうベクトルを表してるんですけれども、この A のケースカラーをですね少しこう変えてみます。で変えてみるとなんかこんなふうにこう点がですねこの D の点がこのここからちょっとずれるわけですね。でじゃあ今度はじゃあこの C を使って再びこの点をですねこの E までもこの D の点をこの E まで持ってこられるかっていうことをちょっと見てみましょう。そうするとできるかな、こんな感じか、どうですかね。なんかうまくいかないですね。これでどうかな。これじゃないか。C と B だから。
かうまく言えないですね。本当はこの C と B をうまく動かしてですね、この D の点を E まで持ってくることができるはずなんですけど、ちょっと今僕がこの場でやってもうまくいかないんで、あまり説得力ないですね。ちょっと皆さんの中で、このアプリも公開してますので、もしできそうな人がいたらちょっとまた試してみてください。ちょっと種明かしだけすると、今平面上に3本の平面ベクトルを今 ABC で取っているんですけれども、これだとこの例えばこの E の表し方というのは線形結合で E を表すという表し方が一時的ではないんですね。3本平面ベクトルがあると、そのいろんな線形結合の表し方ができてしまうというのを見せるためにこれをやろうと思ったんですけど、ちょっと残念ながら今うまくいってないので、また後でちょっとできたらやります。ということで、まあ、こういう問題意識があってですね、じゃあ、X がこの A1 から AN の線形結合で一時的に表されるための条件をちょっとこれから考えてみることにしたいと思います。で、ここからその線形独立と線形従属っていうお話に入っていきます。で、その X がですね、A1 から AN の N 個の平面ベクトルの線形結合で一時的に表されるための条件としまして、その仮にですね、その X がこの A1 から AN の線形結合で、こう一つはこの C1A1 から CNN はで、もう一つは D1A1 から DNNN はというふうに2通りで表されたとしましょう。で、この時にもしこの表現が一時的であるならば、このスカラーですね、このスカラー C1 は D1 に等しいし、C2 も D2 に等しいし、同じようにし CN も DN に等しくなるはずなんですね。で、実は数学ではこの一時性の証明の時にこういうやり方をよく使います。あるものが、こういう表され方と、もう一つこういう表され方と、二通りの表され方をされた時に、じゃあこの場合はこのスカラーがそれぞれ等しくなるはずだよねっていうような、そういう証明の仕方をします。じゃあ実際にこの場合もそういうやり方で証明をしてみましょう。で、この時にこの X は1式と2式のようにこう表現され、表されていて、しかもこの1式と2式両者は等しいはずなんですよね。そこでこの1式から2式の両辺を引きます。そうしますと左辺は x-x が0になりまして、で右辺はまあ、こういう形ですね。C1-D1 かける A1 プラス点での CN-DN かける AN となります。でもし、この X の表し方がですね、一時的ならば、こう C1 は D1 に等しいし、同じように CN は DN に等しいはずですから、もしこの表し方が一時的ならば、ここのスカラーは全部0になっていなければならないということになるわけですね。そこでこの C1-D1 を B1 と置き、C2-D2 を B2 と置き、で同じようにして CN-DN を BN と置きますと、今の条件を次のように言い換えることができます。X が A1 から AN の線形結合で一時的に表されるときっていうのは、もしこの B1A1 から BNAN のベクトルの和が0ならば、このスカラーですね、この B1 から BN は必ず0、全部0になっていると、そういう言い方をします。ということで、今のことをまとめると次の命題が得られます。平面ベクトル X がこの A1 から AN の線形結合で一時的に表されるならば、以下が成り立つですね。何が成り立つかっていうと、もし A1 から A2 の線形結合、この B1A1 から BNN の和が0ならば、そこに出てくるこの A1 から AN にかかっているスカラーは全部0ですよっていう、そういう条件が成り立ちますってことを言ってます。ちょっと難しいですよね。一時的に合わせる条件として
何々ならば何々っていうようなあの命題のっていうのは多分高校までの数学では出てこなかったと思うのでちょっと難しいと思うんですが、まあこういうあの条件ですね、こういう条件があの今後あの大学の数学で出てきますので、まずあのこのこれ A ならば B が成り立つときにこういうことが言えるんだっていうようなそういう論述になってる論理になってるってことをまず理解してください。で、この条件式ですね、この B1A1 から BNAN が0ならば B1 から BN は全部0ですよっていうのをこの条件のことを線形独立もしくは一独立と言います。でここでその線形独立一独立の定義が出てきます。平面ベクトル A1 から AN が線形独立もしくは一独立あるとは次のことが成り立つと言います。A1 から AN までのスカラ倍の和ですね、 B1A1 から BNAN の和が0ならば B1 から BN は全部0ですよっていうのがことが成り立つときにこの平面ベクトルは一独立あると言います。でこの一独立の概念とセットで線形従属一従属っていう概念も定義されます。これはどういう定義かっていうと平面ベクトルが、線形独立でないときですね。ないときは、この A1 から AN は線形従属であるというわけです。ということで、その、今の線形独立の言葉、概念を使うとですね、その先ほど考えてやった命題ですね、平面ベクトル X が、A1 から AN の線形結合で一時的に表せるための条件っていうのはその線形独立って言葉を使うと A1 から AN 一時的に表せるならばですね A1 から AN は線形独立であるということが言えます。でさらってですねここでちょっと教科書の4ページを見てみますとあの教科書の4ページには次のように書かれています。以上の考察から、ベクトルを A1 から AN による線形結合で表すとき、その表し方が一時的であるための必要十分条件は、A1 から AN が線形独立であることが分かると書いてますね。分かるって書いてる、分かるということは皆さん分かれと言ってるっていうことを思ってください。で、それで、ここでちょっとポイントは、この必要十分条件という言葉が出てきました。さっきはその何を言ってたかっていうと、もし平面ベクトル X が A1 から AN の線形結合で一時的に表せるならば A1 から AN は線形独立である。だからここではその最初にこの A1 から X がですね A1 から AN の線形結合で一時的に表せるってことは仮定 で結論は A1 から AN が線形独立であるってことはあったんですけれども、この逆も言えるってことですね、必要十分条件ってことは。逆にA1 から AN が線形独立であるという仮定があれば平面ベクトル X が A1 から AN の線形結合で一時的に表せますよということも言えると。だ両方こうあの逆も成り立っているということで、こういう、ですね、関係が成り立っていることに注意してください。平面ベクトルまず平面ベクトルが A1 から AN の線形結合で一時的に表せるならば、まあ、A1 から AN は線形独立というのは先ほど紹介しましたけれどもこの逆も成り立つと。だから A1 から AN が線形独立ならば、この平面ベクトル X が A1 から AN の線形結合で一時的に表せると。両方の矢印が成り立っているということにまず注意してください。ということはですね、先ほど示した命題の逆である命題ですね、これですね、あの平面ベクトル A1 から AN が線形独立ならば、その平面ベクトル X が A1 から AN の線形結合で表せるとき、その表し方が一時的であるということも命題として言えます。ただこの証明なんですがちょっとこの授業内で扱うにはちょっと時間がないですので証明が気になる人は僕の前回の授業の時に紹介した講義ノートを参照してください。僕の講義ノートにはこの証明もちゃんと書かれてあります。さて、まあ以上の線形独立もしくは線形従属っていう概念がまあその線形代数ではずっと大事な概念ですのでまずこの線形従属線形独立 の概念を理解してで使えるようになってほしいと思います。それは今日聞いたからすぐに使えるというものは多分そうでない人はほとんどだと思うんですけれども、僕も
思い出してみると大学1年生の線形代数の授業の時に線形独立とかハラレルっていう言葉を授業で聞いて、でなかなか意味が分からなくて友達と何回も何回も議論していった思い出がありますので、数学もそのパッと聞いて理解できるかっていうとそうでないものが多分多いかなと思うんですけど、何回も何回も考えていくとだん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 こう分かってくるっていうか、こうその理解できてくるところがあると思いますので、ちょっと聞いて分からないからといってすぐに諦めないで、ちょっと続けて考えてほしいなと思います。ただしそのいついつまでに理解しなければならない、まあ、確かに期末試験までに理解しなければならないかもしれませんけれども、でもその数学は自由ですから、何々しなければならないっていうそんな縛りは本来はないはずで、だからみんなが皆さんがこうふっと思った時にこうちょっと考えてみて、分かんなかったらまた明日って感じでやっぱり継続していくでことが、まあ、理解につながるかと思います。さて、R2 の規定なんですけれども、まず一応ここには規定が定義がありまして、R2 のベクトル A1、A2、またはそれらの集合について、その A1、A と A2 が線形独立でかつ R2 を張るときに、今線形独立概念使いますね、使ってますね。で、A1 と A2 が線形独立でかつ R2 を張るっていうときに、A1 と A2 を R2 の、まあ、規定と言います。もしくはその R、A1、A2 は R2 の規定をなすとも言います。ということで、この規定という言葉を使うと、次の命題を、今までやったことをですね、次の命題で表すことができまして、それはどういうものかというと、その R2 のベクトル、A1 と A2 が R2 の規定であるならば、またその時に限って、この任意の平面ベクトル X は A1、A2 の線形結合で一時的に表されるということで、この命題を理解するためには、この今日の線形結合っていう考え方と、それからこのそれに基づく規定という定義ですね、この定義を理解する必要がありますので、まず今日の内容を理解できたかっていうことの目安としてこの命題を使ってみるといいんじゃないかと思います。ここまでよろしいでしょうか。